第3試合ワーニング対ワーニング100マッチ30分一本勝負を行います。直前には小橋健太の引退セレモニー、カメラのフラッシュまばゆい光に包まれました。何かアスファルトを濡らした雨が熱気で蒸発しているでしょうか。湿度が高まりつつある日本武道館です。さて姿を現しました。現在進行形のバーニング、ベルトにはアジアタッグのベルトを巻いています。青木敦史、そして鈴木小太郎、悠々とそのベルトを腰に巻きまして、エメラルドグリーンのこのマットに2人が戻ってきました。ベルトを掲げた青木敦史、そして鈴木小太郎、バーニング対決をどのような戦いにするでしょうか。小太郎と青木です。日本武道館の歓声がさらに大きくなりました。全日本プロレスの同期が登場します。本田多門、そして志賀健太郎です。前方はパンチパーマの志賀健太郎、そしてその後ろが本田多門です。バーニング発足時のメンバー志賀健太郎、そして今ゆっくりと一礼しまして、赤いコスチューム旧バーニングの2人、本田多門です。2人の結束力、現在進行形のバーニングにどのような戦い挑むでしょうか。第3試合は30分の一本勝負、バーニング VS バーニング、新旧バーニング対決です。引き続き放送の解説は佐久間和彦さんです。佐久間さん、この戦いも非常に楽しみですね。はい、そうですね、やっぱりこう赤コーナーのね、志賀と本田のコンビが実現したのもこれ小橋選手が導いたものですよね。そうですよね。さて先発はどうなるでしょうか。今それぞれが握手を交わしまして、第3試合30分一本勝負が始まります。よっしゃ兄貴と今、おっとこれは串を出しましてパンチパーマを溶かしました。いつもの志賀健太郎が戻ってきています。そして青コーナーは鈴木小太郎です。日テレジータスプレゼンツ小橋健太引退記念試合ファイナルバーニングイン武道館、第3試合が始まりました。今組み合った、どちらが押し込んでいくかどうか。鈴木小太郎がどうやらロープに押し込んでいきました。ここはどのようにブレイクするでしょうか。押し込んでいって、あっとここは髪をいじっていきました鈴木小太郎。ただクリーンにブレイクしたという小太郎です。ただその髪型を気にしまして、髪をいじられたことに何か苛立ち、そんな表情を浮かべています。頭を取っていきます志賀健太郎です。ただここは小太郎が振った、倒していきました。一つ通り越して、そこでドロップキック巻き込んでいきます。ヘッドシザース、もう一度同じように巻き込んで、頭足で捉えていきました。こちらが現在進行形のバーニング、鈴木小太郎と青木敦史です。今年から小橋に託されて、おっと、そしてさあここはいつもの綺麗なあの動きが見られるかどうか。青木も見守ります。赤コーナーでは本田多門も見守ります。さあそして日本武道館に競り立ちました。そしてパンチ志賀、いやー佐久間さん、はい、いつもの志賀ですね。いや志賀の変わらない動きですよね。いいですよね、こういうところでもやっぱ自分を貫いてもらいたいですよね。ただすっと立ち上がった鈴木小太郎です。志賀健太郎は15年前の1998年9月11日わずか4人で始まったバーニングの発足時のメンバーでおります。その時は小橋、秋山、金丸、そしてこの志賀健太郎、4人で始まりましたバーニングの歴史です。ただ佐久間さん、はい、2002年、まあ、小橋と志賀は組みまして、まあ、ベルトにも挑戦しましたが、その後志賀には長期離脱がありまして、そうですね、あの黄色靭帯
国家賞ですか、はい、非常に、ね、難病で長期離脱、難病がありました、で離れましたからね。ただその後小橋とパートナーを組んだのがこの本田多門なんですよね。そうですね、本田も本当に小橋とね、その前にシングルでのタイトルマッチを経験して、そこでね、あのレスリング技術っていうのは非常にね、開眼したプロレスに融合したレスリング技術ですよね、はい、そこを掴んだような印象がありましたよね。そのきっかけにやっぱりタッグのベルト、この武道館でしたよね、最初に取った時は、はい、もうやっぱ本田多門ここにあり、小橋本田組っていうのをね、印象付けましたからね。2003年の 6.6 日本武道館でした。秋山斉藤組を、まあ、26分54秒でこの本田多門が回転地獄五輪スペシャルで、まあ、ベルト第6代 GHE タッグチャンピオンになりました。今日もこうレスリング技術見せてもらいたいですよね、ここはグラウンドでの攻防です。そして試合前、この本田も話していたんですが、青木とはこの同じレスリング技術で勝負したいな、そんなことを話していましたね。あ、そうですね、お互いこう自衛隊のレスリング部出身ですからね。そうなんです、はい、何かこれはもうアマチュアのレスリングの大会かのような動きになってますね、はい、そうですね、グラウンドで回転させていきましたよね、これちょっと本田多分ねやられて黙ってないですよ、アマチュアレスリングの神様とも呼ばれた本田多門、ここは足を取っていきます。これアマチュアレスリングのアンクルホールド回転させていきましたよね、回転させてポイントになるわけではないんですけどね、はい、これ足首ね逆関節になってますからね、ダメージを与えつつっていうね、これレスリングの技と本当にうまく融合させてますね、はい、足元を抑えました青木敦です。そして青木、まあ、小橋さんについては、まあ、本当に練習生の時からどんな体勢からでも受け身を取れるように練習しなさい、そうしたらしっかりとデビューができるからと、そんな話をもらったそうですね。佐久間さん、でもこの青木はやはりその欠場というのが少ない、怪我が少ないレスラーですよね、はい、そうですね、やっぱそれは非常に大きいですよね、はい、さあここは連携技、青木を倒していきました。しかしここも受け身を取ります青木敦。小橋さんの教えが欠場しない青木敦を形成しています、そう話していた青木です、うん、決して、ね、体が大きいわけではないですけど、そういう、ね、デビュー前に小林選手が、ね、言われた言葉を守ってきっちりと3A 基礎体力だったり受け身を、ね、磨いてきたからですよね、はい、さあそしてまた志賀が入ってきまして、そしてこの志賀も小林さんについてはもう本当に気軽にご飯に誘ってくれたり、人徳がある方なんですと、そう話していましたね、はい、志賀選手といえばね、みんながこう本当に真面目な真面目なというところですけどね、やっぱ小橋選手のね、そういう人への気遣いっていうのも、まあ、やっぱり影響を受けてる部分もあるでしょうね、さて本田多門を小太郎が分断しまして、さあ現在進行形のこの現在のバーニング、青木そして小太郎、強烈な技を見舞っていきます。さあそして2人が一気に志賀健太郎を捕まえていきます、まあ、やっぱりこの2人は日頃から組んでますからね、呼吸が合ってますよね、全日本プロレスのジュニアハイパータックリーグ、まあ、2013年のジュニアタックリーグ戦で優勝しまして、その勢いのまま第92代のアジアタックチャンピオンに輝きました鈴木小太郎と青木敦。ただしここはヘッドバット合戦になるでしょうか、小太郎もエルボーを返していきます。ただ佐久間さん、はい、アジアタックというのは小橋さんが初めて手にしたタイトル、はい、ベルトなんですよね。そうですね、三沢さんがね、タイガーだった時代に取ったベルトを最初に巻いた、絶対王者と言われる小橋健太が初めて巻いたベルトですよね。それを巻いてこの大会に出られたというね、やっぱり青木と小太郎はそのチャンス絶対取らなきゃいけないという思いがね、全日本マットではあったでしょうね、佐久間さんお話の通り、本当にそのベルト獲得間に合ってよかったですというのを話してましたね。あっと青木もヘッドバットありますが、このパンチ志賀にもヘッドバットがあります。さあ新旧バーニング対決、ヘッドバット、ね、ここは崩れ落ちました志賀、青木が見下ろします。そしてニュートラルコーナー、対角線に振る青木敦、現在のアジアタックチャンピオンです。いい動きですね、いや勢いありますよね、やっぱりアジアタックチャンピオンのその責任、そして現在のバーニングの責任、そうその重みを話したこの青木敦です。低空のドロップキック、やっぱりこうバーニングという、ね、名前を、ね、ユニットとして受け継いだからにはやっぱ怪我するわけにいかないですからね、一つ一つの試合やっぱり小橋さんが、ね、こう見守ってるっていう思いでやってるでしょうね、こちらがそのアジアタックのベルトです。かつては小橋さん、そして三沢さんも巻いたというベルトです。あっ
っとここはインサイドワーク、少し今レフェリーが目をそらしていた隙に、ね、気を取られてましたよね、いやこの辺のインサイドワークさすがですね。そして本田多門です。先ほどはグラウンドでの攻防もありました。強烈なライアット口出し、そしてこの本田も小橋さんについて話していたのは、おっとここ抱え込んでそのまま投げていきます。そしてやはりここはお、滋賀締めでしょうかね、滋賀健太郎の滋賀締めをこの本田多門が見せていきました。まああの滋賀健太郎の復帰試合でもこの本田多門と滋賀戦いまして、本田が滋賀締めを見せましたが、デッドエンドに持ってくでしょうか本田多門です。これは受けたくないですよね、トップロープでこらえます、引っ込んできますよ。さあどうでしょうか、青木耐えられるか、体格で迎えるのは、おっと本田多門二段式で持っていく、しかし丸め込んだ、青木が丸め込んだ、どうだ本田返した、返しました。青木も今のは食らっちゃいけないという思いでしたね、さあそしてここはもうスタンディングで固め技、肩固めに入りまして2人でのドロップキック、連携技を見せつけていきます。ただ本田のデッドエンド、そして滋賀健太郎の滋賀締めはあるでしょうか。ロンダードで膝、肘を当てていきました鈴木小太郎です。さあ一気に攻めていきます鈴木小太郎。この鈴木小太郎は、まあ、小橋さんについてはやはり、まあ、三沢さんの付き人ではありましたけども、三沢さんと対照的だったのは小橋さんの表情、あの歯を食いしばるあの表情がファンの心を掴んでいたな、はい、もう小橋さんといったらあの表情ですと、そう話していた鈴木小太郎です。逆にねこう三沢さんの付き人をしながら、対角線にいる小橋健太をずっと見てきたわけですからね、よくその表情っていうのは覚えてるんじゃないですかね。そうですね、その三沢さん、小橋さんが巻いたアジアタック現在のチャンピオンです。ここは読んでいました滋賀健太郎、そして滋賀が青木を分断、本田多門との連携見せるでしょうか。9バーニング2人には固い絆があります。おっとここはこのままフェイスバスター狙いますよ、ここから行きますね、そして一気にフェイスバスター、懐かしい連携ですよね、デッドエンドではなくて、まずはこの4月の連携技、そして STF からフェイスロックしまして仰向けにすることができるでしょうか滋賀健太郎。ここから滋賀締めいけますかね、ただここはおっと仰向ける滋賀締め、ただ青木がカットに入ります。小橋さんと組んで2002年の GHC タッグのそのタイトルマッチに挑むときに小橋さんと共に開発したという滋賀締め、滋賀健太郎を見せていきましたが青木がカットに入ります。ここは倒してその後ろ強烈な鈴木小太郎の蹴り、ファンネルを見張っていきます、 ますからね、そして青木はトップロックから飛んでいった、ボディープレス、そしてジャックナイフ、ただ本田多門が入ります。いや本当に休む間は与えない連続攻撃ですね、新旧バーニング対決、どちらにもバーニングの意地があります。さあどうするブルーデスニーか、マイコンダーと探さを抑え込み、どうだしがなんとかした、危ない、丸め込んでいく、そしてもう一度丸め込んでいった、おっと危ない、際どいですね。現在のアジアタックチャンピオン追い込まれています。ただここは丸め返していきました、おっとあエンドレスワルツですね、鈴木小太郎のエンドレスワルツ、アジアタックチャンピオンを取った技でもあります。さあどうだ、あここでスリーカウント、悔しそうな表情を浮かべたのは本田多門、ただ最後滋賀健太郎本田多門組も追い込んでいきましたよね。そうですね、本当最後はね紙一重ですよね、下をペラッと出しました滋賀健太郎です。ただこの2人もその小橋さんの遺伝子継ぎまして、本当に小橋さんというのは後輩がやれとは言わないそうなんですね、はい、俺がやると、なのでその後輩たちもやらざるを得ないという、そうですね、身をもって示すタイプですからね、それを本当に受け継いでる選手がみんないますよね、バーニングの DNA を引き継いだこの4人の豪華なタッグマッチでした。30分の一本勝負、
新旧バーニング対決はこれからの時代を切り開いていく鈴木小太郎、青木篤史組が11分29秒エンドレスワルツで勝利を挙げています。アジアタッグチャンピオン、そのベルト、今その輝きを確認しました青木篤史。このベルトの重みあるんでしょうね。やっぱりね、こうチャンピオンとして上がったからにはきっちり勝たなきゃいけないという思いあったと思うんで、ちょっとホッとしたような表情も見られましたね。今日は小橋さんの引退記念試合でありますが、この2人これからのプロレス界を引っ張っていかなければなりませんね。そうですね、やっぱバーニングの名のもとにね、しっかり引っ張っていきたいですよね。第92代アジアタッグチャンピオン、現在のバーニングが勝利を収めました。そしてゆっくりと花道を下がっていく旧バーニングの本田多門、滋賀健太郎にも非常に大きな温かい声援が飛んでいます。第3試合30分の一本勝負、新旧バーニング対決は鈴木小太郎、青木篤史が勝ち名乗りを受けています。